はい。今回は、えげつない煽り運転おじさんについてやっていきましょう。こちら、えげつない煽り運転おじさんの煽り専用車。なぜか煽り中ではないにもかかわらずですね、こちらに車両の写真が登場します。 はいまさかのもう車両が特定されてしまいましたはやーっていうのでですねえこちら綾人サロンさんでですね新しい動画が公開されまして煽り運転の件でついに加害車両が特定できましたご報告がありますっていう風にですねえこんな動画が公開されていますえちなみにですね綾人サロンさん曰く車両が押収される前にこれ撮影された写真だそうです先日ですね警察が犯人のですね煽り専用車を押収したっていうですねそういう情報が出てきましたけど もその前に撮影されたものだという話ですだからですねこの車両の写真がまあ、今回出てきたということですねまあ、今はですねもう自宅にはないはずですからね え今回のですね一連のえげつない煽り運転おじさんの件ですね、もうめちゃくちゃこれ、再生されまくってまして、まあ、少ないものでも、ですね、まあ、これはアップロードしたばっかりだから、ですね再生回数が27万回になってますけども、だいたい50万回は超えてますよね、だい大体、まあ、最低ラインが60万回ぐらいですね、まあ、これ59ですけども、まあ、46とかもありますけど、最低ラインがだいたい50万回再生はしているのかなというような、そんな印象ですよね。 で一番ですね再生されているのがこちらの動画でして235万回っていうですねもうこれだけ回ってるわけですよね100万回がもう3つもあるという,です、ね、<laughs> もうめちゃくちゃ再生されているわけですよねでさらにですね他のチャンネルでも取り上げられていますしテレビでも取り上げられましたし、まあ、オデッセイも特徴的なドキュンタイプの専用車でしたし、まあ、バレるのもですね時間の問題だったんでしょうね。 まあ次はですね、そろそろ自宅が公開されるんじゃないかなというふうに思っています。自宅の住所が公開されるのもですね、これ時間の問題じゃないかなというふうに思います。 えちなみにですね今回のこちらのですね煽り専用車の写真ですねえ視聴者さんからの垂れ込みだったそうなんですけども視聴者さんはですね個人の特定までできているようですえというのがですねこのオデッセイなんですけどもえ今回の垂れ込みをした人の同僚がえ同僚の友人に譲ったオデッセイだそうですで現在の持ち主 X のアカウントを持っていましてこのオデッセイの写真を X にも投稿していたそうですえこのえげつない煽り運転動画がですね拡散 をされて x を鍵垢に <laughs> もう鍵垢にされているようなんですけどもまあ、もうそこまでバレてるわけですよねここまでつながるかっていうぐらいですねどん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 つながるわけですよまさかこんなことになるとはですねえげつない煽り運転おじさん気づけなかったんでしょうねもうこんなことすらにも気づけないっていうですねえ,えげつない煽り運転おじさんですね非常に非常に残念な方ですよね あ煽り運転の件で加害者本人と見られる人物から連絡がありましたというですねちょっと僕の動画でまだ、えー、紹介できていなかったんですけどもこちらの動画もですね、えー、今回の動画の前に一本前にですね公開されています。 本人か関係者である可能性が極めて高い人物から動画を削除しろっていう風なですねメールが来ているそうですまあ、全く関係ない人であればですね動画を削除しろっていうのは言わないと思うんですよまあ、何度も何度も同じネタで動画出すなみたいなですねそんなコメントがあったみたいなんですけども普通の人はですねそこで止まると思うんですよ削除しろまではですね <laughs> 全く関係ない人が削除しろまではですね絶対言ってこないと思うんですよねまあ、だからこそですね本人かまあ関係者であるか 可能性がまあ、極めて高いいいんじゃないかなかという,ふうに思いますで、まあ複数人からですね、まあ、ク,レーム用クレームのようなですね、まあ、連絡が来ているようなんですけども、まあ、どれもですね、まあ、同一人物と思われる人物からなんか連絡が来てるんじゃないかなというふうに思いますけどね、まあ、自分のアカウント1つから、まあ、1回送れば済むものをですねアカウントをコロ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 変えて、まあ、クレームするっていうのもですねこんな発想ですねやっぱドキュンっぽいですよね。 たくさんの人がまあ消せって思ってるってまあ印象操作をしたいわけですよ。でもそんなんでですね、印象操作できるわけないだろうっていうですね、<laughs> まあそういうまあドキュンにはわからないわけですよね。 もう車両も押収されて警察にも連行されてですねかなり焦ってんじゃないかなというふうに思いますえ以前からこのようなメールは来ていたようですまあ、警察に連行された後ですねメールが来ているかどうかは分かりませんけどもまあ、あくまで任意同行とか話を聞いただけで当日の逮捕されてないっていう可能性も全然ありますのでまあ、あまりにも展開が早すぎますからねだから今回は証拠品を押収するというところにとどまってこれから押収した車を証拠として逮捕に向けて手続きをつつ 進めていくのかなといいう,うに思います翼の塔の逮捕の事件だってそうで,そうでしたよね、まあ、いろんな選挙カーですとか、まあ、太鼓ですとか、ああいったものを押収して、まあ、数日後に逮捕っていうニュースが出てきたじゃないですか、だからですね逮捕はまだなんじゃないかなというふうに思います、まあ、逮捕されたら、ですねおそらくテレビでもですねいくつかの番組で取り上げられたニュースになってきているので、まあ、今回のですねこの加害者の方が逮捕されたら、まあ多分テレビもですね取り上げると思うんですよね。 まあそういったところにもおそらく記者、貼り付けてるでしょうから、まあ、何かあった時にはおそらく逮捕のと時,、まあ、時にはですねさすがにテレビが報道するんじゃないかなという,ふうに思います。 で、今回ですね。こうやって何度も何度も複数アカウントを使って、えー、この動画投稿者さんですね。あやとサロンさんに削除を強要する行為、あまりにもしつこいとですね。次は強要罪も取られてしまう可能性があります。<laughs> 車のですね。この違反だけではなくって、もう強要罪まで来てしまうっていうですね。 えこちらですね念のためちょっと強要罪について見ていきますと強要罪とは暴行や脅迫を用いて相手に義務のないことを行わせる、えー、犯罪です、まあ、暴行はしてないですけども脅迫のようにとらわれかねないですからねこれだけしつこくやってると。 脅迫罪や傷害罪等よりも馴染みのない罪名かもしれませんが、身近でも起こりうる犯罪で、刑罰は懲役3年以下と懲役刑しかありません。これが万が一ですね、もう適用されればですね、懲役刑しかありませんっていうですね <laughs>、豚箱が確定してしまうっていうですね、罰金だけでは済みませんっていうところですね。強要罪は未遂についてもも規定がががあるるたため相手が目的の行為をしなかったケースでも罰せられる可能性が ありますっていうのでですね。 えげつない煽り運転おじさんですね。懲役刑が来るのも時間の問題かもしれません。そろそろですね、脅迫とも思われてしまうようなですね、そんなメールを止めないとですね、こちらの強要罪取られてしまうかもしれませんよ。煽り運転分の逮捕が終わったと思ったらですね、次は車検の問題で再逮捕されまして、えさらにですね、強要罪でも再々逮捕されましてとていうのでですねえ、翼の塔みたいにですね、再逮捕ループ劇場というのがですね、起きてしまうかもしれませんよね。 まあこんなことすらもですね想像ができないような人なのかもしれませんよね。はーい えこちらのですねえげつない煽り運転おじさんですね最初の動画で結構もう顔も見えるような状態でですねこちらの動画公開されてしまってるんですよねだからこそですねもう和歌山県和歌山市っていうのを分かってるわけですしそれから現場はですね有川っていうですねまあ、現場ももう特定されてしまっているわけですしまあ車と本人分かってで X のアカウントも分かってってなるとですねまあいずれ名前が出てくるのももう時間の問題じゃないかなという風に思いますよねかなり細かい情報っていうのがですね今後 どん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 出てくるんじゃないかなというふうに思いますけどねえ皆さんですね今回えげつない煽り運転おじさんですね車両が特定されてしまいましてえ裏ではですねもう X まで特定されているというですねもうとんでもない状況になってきましたけども皆さんですねこのような煽り運転おじさんについてどのようなご意見をお持ちでしょうか皆さんのご意見についてもですね是非コメント欄でコメントいただけると 嬉しいです。えー、それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。えー、それからですね、こちら X もやっています。動画にできないようなちょっとした小ネタなんかもこちらの X の方でつぶやいておりますので、動画をご覧になった後ですね、X のフォローの方もお願いします。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた、次の動画で。